だから水素はプラスの電気を帯びているからマイナスに引き付けられるからマイナス極に水素は発生する。逆に酸素っていうのはマイナスの電気を帯びているからプラスに引き付けられてプラス極、陽極に酸素が発生するっていう感じになります。だから陽極酸素陰極水素みたいな。